ケンイチです。動画のご視聴ありがとうございます。京丹後鉄道の由良川橋梁を見てですね、やっぱりすごい景色だなと思ってものすごく感動したんですけども、やっぱりただ見るだけだとですね、物足りないんですね。実際に京都丹後鉄道に乗ってみてですね、由良川橋梁を鉄道で渡ってみたいという気になりまして、丹後由良駅の方へと向かいました。そしてそちらの方にはですね、ホームページで確認したところ駐車場が50台と書いてありました。ただ枠線で区切られたような駐車場はない感じなんですけども、広場の方にですね、車を止めておいて電車に乗れないだろうかということでですね、駅員さんがいたら聞いてみようと思ったんですけども、残念なことに駅員さんはいませんでしたので、こちらの方に車を止めさせていただいてですね、鉄道に乗ることにしました。由良川橋梁は丹後由良駅から丹後神崎駅の間にかかっています。この一駅区間を乗ることにしました。丹後由良駅はヨットハウスをイメージしているようで、このような駅舎になっています。そしてこの時間帯はですね、中に入ってみても誰もいない無人駅ということになっています。左手にもカフェが併設されているんですけども、不定休ということでいつ営業しているのかはよく分かりません。自動券売機も開いていないので、ここは素通りしてそのまま駅の中の方へと入っていきます。時刻も手書きで書いてありましたが、1日に発着する本数はこんな感じでした。ローカル線の駅の雰囲気はすごくいいです。こういう雰囲気ものすごく好きですね。ここは単線ということになっていますので、この駅はですね、すれ違いのための線路が敷いてあると、そういった感じになっています。駅に着いて約10分ほどで電車が入ってきました。列車のことは詳しくありませんけども、1989年にデビューをした JR 宮津線から移管を受けて投入した機動車 KTR700系がやってきました。ワンマン車両ということになりますので、後ろのドアから乗車をして整理券を取ってですね、そして座席に着くと、そういった感じになっています。結構人が乗っていました。海側に座りたかったんですけども、なかなか空いていなかったので、今回は窓側の席に座ってみて、そこからの景色を撮影してみることにしました。列車に乗るのは2年ぶりだったので、この感覚が久しぶりでですね、なかなかテンションが上がりました。機動車独特の音を立てながら丹後由良駅を後にします。ただ電車の方がですね、1時間に1本程度しかないので、乗り換えが上手にできないと難しいのかなと思っていろいろ調べてみると、まず丹後由良駅12時42分発の普通列車に乗りまして、隣の駅ですね、丹後神崎駅へと行きまして、そして丹後神崎駅でですね、折り返しで12時55分発の普通豊岡行きに乗れば、そんなに時間がかからずにですね、往復することができることが分かりましたので、この一駅区間の乗車をすることにしました。左手に見えているのが国道178号線、先ほどまで走っていた道路です。ここら辺りから由良川陸橋を見ていました。渡り始めているこの場所が由良川橋梁ということになります。進行方向左手を見ると由良川の河口部分ですね、海の方を見ることができるんですけども、今見ているのは由良川の上流の方を見ています。この由良川橋梁は由良川の河口近くに架かる橋なんですけども、長さが約550メートルですね。そして水面からの高さが約3メートルというところにかかっています。あっという間に由良川橋梁を通りまして、対岸の舞鶴市の方へと入っていきます。分かってはいたんですけど、渡ってみて思ったのは、横から見てるとですね、特別感をあまり感じないということがありましたので、今度はですね、帰りの時は違う角度から撮影をしてみようと思います。
降りるときは前方に行きまして、前方のドアから降ります。そしてここでですね、整理券を渡して運賃を払うといった感じになります。バスと同じような感じですね。丹後神崎駅は無人駅ということになっていて、周辺にも特にお店とかがあるようなそんな感じの場所ではありませんでした。乗ってこられる方も一人もいません。ここで10分ほど帰りの電車を待ちます。こういうのは京都丹後鉄道のキャラクターになっているんでしょうか。その奥にはですね、待合室があります。この待合室の雰囲気がですね、田舎の駅という感じがあってすごくいいです。なかなかないもんね。鉄道の旅もやっぱりいいなと改めて思いますね。まもなく列車が参ります。帰りの鉄道も行き品の鉄道と同じく KTR の700系がやってきました。行き品とはラッピングが違いますけどもね、このラッピングはですね、丹後夢列車というそうです。丹後由良駅に戻ってきました。行って帰ってきてだいたい時間が20分ぐらいですね。で、由良川橋梁の方は行きと帰りで2回渡ることができます。運賃は150円で往復300円程度なので、お金もそれほどかからずに観光ができる最高のスポットです。今回のような普通列車に乗ると由良川橋梁でゆっくり走るということはありませんけども、観光列車の黒松号、赤松号などですね、天の橋立から西舞鶴の区間を走っている列車に乗ればですね、由良川橋梁を通ることができまして、その区間はですね、ゆっくりと走ってくれるようです。久しぶりの鉄道の旅をしまして、丹後由良川駅を後にします。この先はですね、舞鶴の方へ向かって走ってみて、舞鶴の観光もしてみようと思います。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。